はい、皆さんこんにちは。はい、じゃあ。さあ、和紙なしで。和紙なしです。今日は外、はい、外ロケなんで和紙なしで。外和紙なしです。はい。今日はですね。今日も第2弾ですね。はい。あのコラボコレクション。あ、はい、じゃない。コラボですね。今日はどちらへ来られてますか？僕の、はい。かつて同期の、はい。アルトミ選手の、はい。ジム。アルトミボクシングジムです。あ、こちらですね。ここは、三重県桑名市になるんですかね。そうですね。桑名市。はい。僕はとても近くて助かったんですけど結構遠かったですじゃあこちらで、はい、そうですね、はい、今日は奥さんになります。わかりました、はいはい、じゃあまたいろいろ撮影させていただこうと思います。観客いらない？いや、恥ずかしいじゃないですか。でもなんか寂しいよね。まあ、寂しくない。僕はいなくても大丈夫です。呼んじゃいます？何をするっていう企画なんですか？道場破り。いや違う、そんなメソ道場破りの企画やったら、例えば誰か他にこう、いやいやそんなメソ人を変えて、どんどんやる、相手してもらうとか。いや、そういうのやったら、パジュー君と、あ、久しぶりみたいな YouTube いる感じがある。
ラスト30、ラスト30。サウスポー聞いてないですよサウスポーになると途端に動きが違います
ありがとうございました。皆さん、サースパ禁止ですわ。じゃあ、皆さんお疲れ様でした。お疲れ様です。今日いきなり急遽スパーということで、はい、そうですね、はい、どうもお疲れ様でございました。お疲れ様です。自己紹介簡単にしていただいてよろしいですか。樋口怜央です。4回戦で3戦2勝1敗で、あ、はい、何級でやられてるの？スーパーバントですね。スーパーバント、はい、全然上と違っちゃう。ブライトなんで勝負が75ぐらいです。多分怜央君多分60ぐらいでしょう。そうですね、ちょい、はい、違いますね。どうでした、元日本一と。いや、なんかこう僕が出すパンチの後を全然取られてたんで、これもう褒めるしかないじゃないですか。いや、でも、本当でも何も言い方だし、なんかスピードも速くて、はいはい、ただちょっとなんかやっぱそのやっぱボクシング正直なんで、うん、まあ、それはちょっと僕の40戦やったテクニックでちょっとうまくしましたけど、なるほど、やっぱまだ正直なんであれです。でもパンチもスピードもあるし、勘もいいですし、うん、樋口選手です。はい、カースさんがサウスポー嫌いだってご存知でした？いや、知らなかったですね。サウスポーはちょくちょくこう、遊びで練習してて、あ、ちょっとまあこうペース変えるときとかにちょっと入れたりしてるんです。入れたもん、びっくりした。後付けなんですけどね。最初からサウスポーでやったら今頃ロッカーされたもんですね。これがサウスポー禁止じゃないですか。これ事前にあれですね、確認しとかないですね。サウスポー禁止とか間違いないですね。はい、ぜひ、次の試合とか、いや、まだ決まってないですね。あ、はい、はい、じゃあ、これ移籍して何戦目ですか？いや、僕、ここでプロになって、あ、はい、で、デビュー戦勝って、2戦目、新人王のトーナメント負けて、あ、この前、大阪で試合して勝って、あ、へぇ、それは3戦目。まだ試合出れるの？あ、そうですね、まだ決めます。ぜひ、あれですね、はい、上を目指していただきたい。そうですね、おいくつですか、今？僕22です。わかっ。おじさん一味でいかないですか。私は僕の息子ですよ。いや、間違いなく僕の息子です、ね。そういう世代ですね。はい、じゃあ、すみません、急遽、はい、ありがとうございました。素晴らしいのを見せていただいてありがとうございます。ぜひ頑張ってください。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。今度はスパイラルが最初からサウスポーで、はい、わかりました。よろしくお願いします。頑張ってください。じゃあ、会長ご紹介いただけますか。はい、あ、僕のから、なんてご紹介したいですか。どういうご関係ですか。僕が現役時代の時に、はい、ほぼ同期。ほぼ、あ、ほぼ、ほぼ、いやいやいや、完全、うん、そうですね、うん、同期でしたね。の有富選手ですね。あ、はい、有富や、やすとさんですね。そう、はい。あ、会長、すみません、3B チャンネル的にはですね、はい、大変失礼なあれになってしまうんですが、はい、イニシャルネームになってましてですね。そうです。なるほど。ええ、なので僕は K 線なんです。僕、はい、K 線です。K 線です。僕は川瀬のケースです。ええ、うん、そうすると、会長はエリトミ、エリトミ会長です。エリトミ会長、言いにくいですね。なるほど。エリトミ会長です。同期。はい、同期です。一緒に切磋琢磨をした。そうですね。なので、僕と、エリトミ君と、はい、あと、S野さんと、はい、3人が、そうです。あ、なるほど。はい、そうすると、石原さんとか、S 原さんとか、あ、はいはい、S 川原さんは、はい、先輩なんです。先輩ですね。大型さんとかも。そうです、先輩ですね。はい、なるほど。で、その、はいはい、方々たちがいて、先輩がいて、で、はい、僕らの時代になって、はい、っていう感じですね。なるほど。はい、そうですね。じゃあ、本当に、あれですね、M ダジムがもう強かった頃ですかね。はい、あの頃一番盛り上がっ、まあ、その、先輩方がいた時ももちろん盛り上がってましたけど、はいはい、多分、今の松田ジムよりかは多分、盛り上がってたんじゃないですかね。うん、はい、会長、はじめまして。すみません、今日いきなり。よし。私、入れまして。よし。では、ボクサー、有富をちょっとご紹介いただきたいんですが、はい、デビュー何年だったんですか？ 2003 年。2003年。あれ、ケイさん何年でしたっけ？僕、2001年ぐらいじゃないですかね。ケイさんのちょっと、先輩ですか？あれ、違うかな。いやいや、先輩、先輩。本当ですか？先輩。あ、でも、あれなんですよ。確か、あれでも、松田出身じゃないですよね。あ、そうですよ。アマチュアで5年やって、うん、ええ、デビューが23の時なんで、あ、遅い、そうなんですね、遅い。
そうなんですよ、うん、はいはい。戦績は何戦やられてるんですか、会長。え、嘘。え、出てくる。そうなんです。あ、ボクシングあるあるですね、これ。17勝。あれ、そんなしかやってないですか。うん、多分。本当ですか。うん、17勝。20戦やられてないですか。やってないです。へぇ。17勝4敗なんで。あ、21戦。あー。で、2分け。あ、2分け。いや、2分け。2分け。だから、21戦、23戦。いや、23戦。23戦。あ、引退されたのは何年ですか。引退したのは、今から10年前です。あ、僕と32の時に。あ、あ、あ、じゃあ、ケンさんと現役は被るんですかね。あれ、エルミ君って、覚えてますか。今何歳でしたっけ。42。42ですか。40。僕40なん、2歳だから。3つ。3つ離れて、学年で3つ離れて。そうですか、3つ。あ、なるほど、なるほど。ははは、なるほど。引退されたあれはなんか、怪我とかそういうあれではないですよね。全くない、ないですね。あれ、最後、東洋タイトルでしたっけ。いや、最後は、今、石田翔くん。そうなんですよ。そうなんだ。そうなんですね。あれですよ、ケースさん。井岡選手と八重樫選手の統一戦の時じゃないですか。あ、そうです、そうです、そうです。あれ？ファイナルかなんか戦ってるんですか。大阪ですよね。大阪です、そうだ。あ、だから僕行ったんだ。なんですか。ね、はい。でさ、そうっすよ。そうそう。あ、調べたらそうです。そう、行きましたわ、それ。うん。そうっすわ。そうです、そうです。わあ、すごい選手ありましたね。会長、石田翔選手どうでした？うまい、うまいですね。うまいですか？うまい。今まで戦った中で、はい、まあ、強いというか、一番印象深かった選手、どなたですか？印象。はい。こいつはやばかったな。印象あったのは、やっぱり、でも僕が逆にその、エリトミ君の印象あった試合は、なんか、まあ申し訳ないですけど、そのタイトルマッチ、東洋の。タイトルマッチですか？はい。2回やりましたよね。2回。うん、時に、1回目はクソ惜しかったんですよ。負傷引き分けから。そうそうそう。あれが本当も惜しくて、はいはい、もうほぼ生きるぞと。うん。って話で。で、もう、あれ、サーランドでしたっけ？2ラウンド。2ラウンドでしたっけ？ 2 ラウンドに、もう、1ラウンドでもう、変な話で、ATM が取ったんですよ。うん、でも、あ、これもいけるぞ。まあ、確かにちょっと、初のタイトルマッチだったら、ちょっと硬かったんですけど、でも、相手はそんなめちゃくちゃ、なんていうんですかね、全然、ATM の上だったんですよ。実力的には。申し訳ないですけど。はい、時に、2ラウンド目に、バッティングかなんかでしたっけ？そう、バッティング。バッティングで、バーッと切っちゃって、向こうが。あ、相手が来ちゃった。そうそうそう。で、もう、それで、もう、ストップになっちゃったんですよね。なるほど。で、ドローですか？引き分け、そう、引き分けですね。引き分け防衛ですね。あれはむちゃくちゃ惜しかったです。あれもう取れてましたね。なるほど。はい。やっぱりあれですね、チャンピオンを取るっていうのは、当然実力も必要なんですよ。うん、うん、もそうです。そうですね。そうです。やっぱ加味されますよね。そうです。で、もう一個僕をやるのは、2回目のタイトルマッチですね。はい。あれ、誰で外国人？ロッキーフェンテス。あ、ロッキーフェンテス、そう。あ、ロッキーフェンテス。とやって、なんか、ちょっと強いですよね、あの選手。で、まあ、先生でもなんか、じゃあ、エリブ君勝てるかみたいな感じでみんな言われてて、それもなんか、もう、なんていうか、もう本当にもう、挑戦したんですよ。もう、これ、男気あることなんですけど。はい、で、まあ、途中でなんか、ボリ聞いたんですかね、確か。でしたっけ？なんか聞いたんですかね、確か。僕のイメージは確か見とって。で、まあ、負けてしまったんですけど、はい、その二つが僕、めちゃくちゃ印象あって、まあ、一つは惜しいやつと、一つはまあ、まあ、負けてしまった試合なんですけど、すごい印象深かったですね、あれは。なるほど。なんかあれですね、ケイスさんのボクシング人生とかぶるところ。そうそうそう。いや、ほぼもう、ほぼ一緒に。それはでも、そうですね。そうかもしれないですね。ほぼ一緒に行ってたんで、合宿とかもよく行ってたんで。ああ、なるほど。そうそうです。いつもセリビーチャンネルをご視聴いただき、ありがとうございます。ケイスからちょっとお願いがあります。皆さん、ここにあるボタンを。
落ち着いた姿、そしたら僕ら今以上に頑張れるので、どうかよろしくお願いします。